店名地名画名に向かって情報をダウンロードするということがまさに生きるということなんです。ようこそ予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えしていきますので、今日の動画を最後まで見てあなたの運気を上げていきましょう。神社での NG 行為についてお伝えしていきます。あなたは神社参拝をするときに、これでいいんだろうか、これで合ってるんだろうか、もしかしたら逆に良くないことをしてるんじゃないかと思ったことってありませんか？そう思うのも当然で、神社の参拝の仕方など教育される場所がありません。だからそういった質問が多いので、今回は神社においての NG 行為、そしてそれがなぜ NG なのかということをお伝えしたいと思います。神社においての適切な行動やすべきことを知り、それを守って正しく神様を敬うことによって、神様とのつながりをより深めていくことができます。この神社で NG な行動を取ることによって、神様とのつながりを損ね、自分自身の天命地命画命に向かってあえて遠ざかってしまうということになる可能性もあるんです。でもこのような事態というのは神様からしたら最悪です。神様のご期待に背く行為なので、逆鱗に触れる可能性だってあります。だから即刻改善してほしいんです。そうは言っても学校でも教えてくれないし、自己流でしゃあないじゃんって思われるんじゃないでしょうか。もっともです。そもそも神社での二礼二拍手というのは、第二次世界大戦後にアメリカ占領軍である GHQ が日本人が神道で力を強めてきたことを知って脅威を覚えたために、日本の神道を骨抜き化するために決めた神様とつながりづらい儀礼なんです。そんなこと言ったら何信じたらいいのってなりますよね。それもその通りです。ですから今回は古神道であるカタカムナ神道の奥義の部分を公開しちゃいますので、今日の動画を最後まで見て神様とつながるヒントを得てください。ということで今日の動画を最後までご一緒ください。神社での NG 行為、その一つ目、産砂様を氏神様ということ。これは神社長の人も言ってることなんですが、これは NG です。そもそも先ほど言いましたように、神社庁というのはアメリカ軍が神道を骨抜きにするために作った組織ですので、本当の神道を知っている人は少ないんです。産砂様と氏神様と御祭神様はそれぞれ違います。だからそれぞれがどんな神様でどんなお役目があるのか、それを知らずに受け売りの知識で思い込み、本来お参りすべき神様を間違えるというのはあってはならないことです。産砂様はその神社の最高格の神様、その本殿の上空数十メートルに隠れ宮というのがあって、そこにいらっしゃる神様です。氏神様というのはその神社に祀られている氏、つまり姓、一族の祖先神、その一族の先祖の神様です。だからあなたとの血縁関係がなければ無関係な神様です。あなたの氏の神様が氏神様ですので、その神社の氏神様があなたの氏神様かどうか違ってたら無関係な神様です。そして御祭神様はその神社でお祭りしている自然の働きを表す神様です。これはその神様がその神社にいらっしゃるということではなくて、人がこの神社である自然現象を祀るためにその自然現象を擬人化してお祭りしているんです。だからその神社でお祭りしている御祭神様よりも産砂様の方がはるかに上なんです。ただこの御祭神様で二柱だけ産砂様よりも格上の神様がいらっしゃいます。それが伊勢の神宮の天照大神様、そして出雲大社の大国主の御事様、この二柱は産砂様よりも格上です。でもそれ以外はたとえ最高神である雨の水上主様を祀っていたとしても、その神社では産砂様の方が格が上ということを知っておいてください。2つ目、神社で意図的に殺生、これは虫や蚊や小蚊でもそうです。神道は宇宙の法則を体現する道です。その宇宙法則の中で不必要な殺生というのはそのセッティングの中にありません。ご法度です。神様から許されているのはその命を自分の中に生かすために食べるという行為、これは生をつなぐということなので殺生ではないんです。
このことに関して日本が誇る大預言書筆記神事の中で神様は預言されていらっしゃいます。筆記神事というのは国の常立の神という高格な神様が神道家の体におり勝手に筆を進めて書かれた膨大な預言書です。その預言書の中で筆記神事の神様はこうおっしゃってます。草木は実を動物虫けらに捧げるのが嬉しいのであるぞ。種は残して育ててやらねばならんのだぞ。草木の実が動物虫けらの耳となるのだぞ。出世するのだから嬉しいのだぞと書かれています。草木は動物や虫に命を捧げ食べてもらってその動物や虫の体となり次に動物や虫として生まれ変わる。これが出世だから嬉しいのだとおっしゃっています。このような命の循環というものがそもそもの宇宙の法則であり循環し続けるということが大事です。これは逆に言えば出世できないような命のなくし方をさせるというのは本来のセッティングにない輪廻転生のサイクルを壊す利己的な行為だと言えます。だから必要のない殺生はダメで、しかもそれは神様のお膝元の神社の境内ではしてはいけません。蚊に血を吸われたら喜んで差し出すしかないんです。嫌ですけど。3つ目、ご神前に行くまでの間参道の真ん中を通る。参道は神様が通る道です。ですから神様が真ん中を通られ人間は端を通るというのが基本です。人は生きていく間にたくさんの汚れを受け汚れていきます。その状態でお参りに来ますので神からは遠い存在になっています。だから真ん中を歩かず端を通って御神前まで行きます。そして御神前に着いたら本殿の奥に多くの場合鏡があります。その鏡に自分を映し出し神であることを思い出すんです。鏡の真ん中の我を取る、我を取った時に神になるんです。そして御神前で自分は神であったことを思い出し神になり、その上で自分が神様から与えられた命令である天命地命我命に向かって行動することを宣言し、その上でそこに向かっての必要な情報をお願いしダウンロードする場、それが神社であり、神社というのは Wi-Fi スポットなんです。神様の前で神になり自分の天命地命我命に向けて必要なものをダウンロードさせてくださいとお願いした上でダブルクリック、これは別にトリプルクリックでもいいんですけれども、クリックをして情報を下ろす、宇宙クラウドアカシックレコードから情報を下ろす場、これが神社です。ですから情報を下ろす段階になった時点で神になってますので、帰る時は真ん中を通って帰っても大丈夫です。ただし神様ですので端っこを通っても構いませんので、僕は左を通って御神前に行きまた左側を通って帰るという形をとっています。4つ目、結果をお願いする。結果をお願いするというのは〇〇に合格させてくださいとか出世させてくださいとかお金が貯まりますようにとか、これは NG です。先ほど言いましたように神様にお願いすべきことはあなたの天命地命我命に向けて必要な情報をダウンロードすることです。天命地命我命というのは簡単に説明しますと、天命というのはあなたが神様から生み出された理由、神様があなたに期待されていること、これが天命です。そして地名というのは日本の地に備わった神様からの命令、日本人が生まれた理由であり日本人一人一人に課せられたミッションです。日本の天命を天上無休の進捗といい、現代語に直すと世界を愛でまとめて和し地球を愛の星に次元上昇させなさいという崇高な理念、これが日本人が目指すべきことなんです。そして我命は自分が死ぬまでに達成したいこと、最も人生の中で大事にすべき志といえるものです。この天命地命我命に向かって行動は私がしますので、その達成に必要な情報をダウンロードさせてくださいますでしょうかとお願いするのが神社です。合格するとか出世するとかお金が欲しいとか、これらは天命地命我命に向かって進んでいれば必要に応じて与えられるものです。それにフォーカスして神様にお願いするのはあまりにずれすぎです。ではすでに神社で NG 行為をしてしまっている人に対しての救済方法についてお伝えしましょう。もしあなたが
あちゃやってたみたいな状態であっても、まずは安心してください。大丈夫です。今までのことは関係ないです。終わったことですから、とりあえず今この瞬間から改めてください。天命地命画命に向かって情報をダウンロードするということが、まさに生きるということなんです。だからそれが明確であることが大前提になります。天命というものが神様からご期待されている一番大事なことだとすれば、そのことをほっといて違うお願いをしたら神様からしていい気がするわけないですよね。でもしっかりとそれを自分の中での天命はこれだと仮設定した上で、そこに向かうための行動は私がします。ですからそこへの必要な情報、出会い、気づきをお与えいただけますでしょうかとお願いすれば、神様は答えていただけるんです。ですからあなたが天命地命画命が不明確であれば、志でも構いませんが、とりあえず明確にしてください。それをカチッと自分の腹に落とすことがまず大事になります。ということで今日の話をまとめましょう。神社でしたら NG な行為4つをお伝えしました。あなたが神社で犯しがちな間違いや誤解、そしてその修正方法をお話ししました。 NG 行為その4つは次になります。1つ目、産砂様を氏神様ということ。そもそも違う神様を間違ってお呼びしていいはずがありません。正しくあなたの人生の担当の神様である産砂様をしっかりとお参りしてください。2つ目、神社で意図的に殺生、食べるためでなく自分の望みのために殺してはダメです。3つ目、ご神前に行くまでの間参道の真ん中を通る。参道の真ん中は神が通る場所です。あなたは神社にお参りして神になるんですけれども、神になるまでの間は端っこを通ってください。4つ目、結果をお願いする。あくまでもあなたは行動する、努力をする、その宣言が必要です。あなたの神様からのご期待に向かって努力します、行動します、それを誠実にお伝えした上で、でも情報が足りないんです、人脈が足りないんです、方法がわからないんです、という必要な情報をダウンロードさせていただけますでしょうかとお願いするんです。そしてすでに神社で NG 行為をしてしまっている人の対処法としては、今までのことは気にせず今すぐ改める。ただ天命地命画命、もしくはあなたが目指すべき志、自分ごとだけではない、もっと人の役に立つような大きな志を明確にして、それに向かっての情報をお与えいただくようにお願いしてください。そうすれば大丈夫です。今回の動画で神社での行動や神様との向き合い方についての理解が深まったんじゃないでしょうか。神社は私たち一人一人が神様と交わり、神に戻り、神になって必要な情報を下ろした上で、またさらに未来に進む場所です。その際に自分の内側を見つめ、より多くの人に益するという抽象度の高いものの見方がとても大事であり必要ですので、神社に参りながら自分自身を高めていってください。ということで、このチャンネルでは予言を通して運気を上げ、人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントいただけると嬉しいです。予言天狗と LINE でつながっていただいた方には LINE でしかお伝えしない情報を配信していってますので、ぜひこの動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックしてください。今友達になっていただいた方には素晴らしい特典をプレゼントしてますので、ぜひゲットしてみてください。それではまた次回動画でお会いしましょう。以前の動画でブルーボトルコーヒーのコールドブレンドというアイスコーヒーのためだけにブレンドした豆を注文したというお話をしましたが、届きました。そしてその専用のアイスコーヒーを作るためのボトルも入手しちゃいました。この期間限定のブレンドは2回とも売り切れで買えなくて、3回目でようやく買うことができました。もともと僕はあんまりアイスコーヒーって好きじゃなかったんですけど、新宿の店舗でコールドブリューコーヒーを飲んだ時に、なんじゃこりゃ衝撃でした。今までアイスコーヒーを舐めてました。でもその時に僕はアイスコーヒーに覚醒しました。僕自身が覚醒してしまったので、どうしても入れてみたくなり入手したというのが今回ですが、飲んでみてめちゃ美味しい、本当に美味しい。
これはあなたにも試してもらいたいなと思います。ということで、ではまた。